い、どうもようです。今日もプロスペースやっていきましょう。ということで今回はですね、ついにミキサーができるようになりました。まあこちらのミキサー毎回ね一緒なんですけど、 A ランクミキサーと S ランクミキサーっていうのがあります。まあその中でノーマルミキサーっていうのと自チーム確定ミキサーっていうのがあるんですけど、ノーマルミキサーっていうのが3人投入すれば、まあ、12球団の今出てる S ランクのうち誰かが出る。でまあこちらの自チーム確定ミキサーだと5人投入すると、まあ自分が選んでるチームの中から1人 S ランクが当たるっていうミキサーで、まあ今の選手なんですけど、1球団につきこちら見ていただければ分かるんですけど10人ずつしか出てないんですよ。まあなので S ランク5人投入することによって、この10人のうち1人なんで、まあ結構な確率で欲しい選手を狙い撃ちできるんじゃないかなというタイミングなんで、めちゃくちゃミキサーが出るの楽しみにしてました。まあ狙い撃ちしやすいっていうのもあるんですけど、もう一つ楽しみにしてた理由がありまして、まあ個人的に毎年このタイミングでしかミキサー引いてないんですよね。理由としてはこのタイミングでゲットした選手のスピリッツに関してはシリーズ2が出たとしても100しか下がらないんで、まあまあ今回のシリーズ1でゲットした選手に関しては使っていける時期が長いんですよ。まあそれプラス毎年年に1回このタイミングにしかミキサーしてないんで、 S ランク選手とかがめちゃくちゃ溜まってて、こちら見ていただければわかると思うんですけど、マックス500に所持選手広げてるんですけど、ほぼマックスいます。それプラス量なんですけど、50枠中50人もう入ってる状況で、新しくね選手をゲットする枠がだいぶなくなってるんですよ。まあさらにねスカウトとかでゲットした選手上限超えてたらこっちに行くじゃないですか。これもね2ページ分ぐらいあって、まあ約200人の選手が待機してる状態で、結構もう選手枠がパンパンなんですよね。まあですので狙い撃ちがしやすいっていうのと、今回狙い撃ちしてゲットした選手に関してはスピリッツ的にまあまあの期間使っていけるっていうのと、まあ選手枠を削っていける、この3つメリットがあるので、早速ねミキサーの方を引いていきたいなと思います。でまあ先ほども言ったんですけど、今回はね自チーム確定ミキサー、この5人 S ランク選手を投入するっていうミキサーで、本当に欲しい選手だけを狙っていきたいなと思ってます。まあ正直ね今4球団迷ってて、その4球団をとりあえず見てもらおうかなと思います。まあまずねソフトバンクです。ソフトバンクだとまあまずやっぱり柳田悠岐選手ですよね。まあ昨年怪我でほとんど試合出れなかったんですけど、それでも能力的にはオール A、 しかもミートとパワーが同値で弾道もアーチストあります。まあ今自分が持ってる柳田選手が去年のベスト9なんで、スピリッツが3000なんですよ。まあしかもその時の守備適性が D だったんで、まあ今回ライトとセンター両方とも C ってことなんで、まあ自分の場合限界突破称号まで持っていけるんで、まあ両方使える、まあそういうのがあるんでね、柳田選手はやっぱり欲しいなと思ってます。まあそれと千賀選手も欲しいですね。去年のアニバーサリー持ってるんで、スピリッツ3200の持ってるんですけど、まあスピリッツ200上がってるんでね、まあ昨年もね13勝してノーヒットノーランも達成してるんで、まあこちらの千賀選手も狙っていきたいなと思ってます。まああとグラシアル選手も欲しいですね。ミートパワーが80で同値、まあポジション的にも限界突破次第ではね、内野のファーストとサードとかライトレフトを守れるんで、結構使い勝手はいいんじゃないかなと思ってます。まあ成績的にもね3割1分6厘でホームラン28本打ってるんで、スタメンとかで使っていけるんじゃないかなと思ってます。まあとりあえずねソフトバンク見てもらったんですけど、欲しい選手が10分の3いるんで迷ってます。続きまして楽天ですね。楽天だとまず則本選手、まあずっと言ってるんですけど楽天枠の選手がいないんで、則本選手ゲットでき次第限界突破もね称号まで持っていけるんで、めちゃくちゃ欲しいなと思ってます。それと楽天だと岸選手も欲しいですね。能力的には78、79、78ってことでギリギリオール B です。まあ称号とかつけれれば能力もね A とか持っていけるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ岸選手に関しては今まで S ランク当てたことないんですよね。ただめちゃくちゃ欲しくて A ランクは5枚持ってるんで、限界突破極みまで持っていけるんですよ。まあですので岸選手も欲しいですね。まあ楽天に関しては欲しい選手2人ですね。10分の2です。まあ則本選手と岸選手に関しては昨年ね怪我とかであんまり投げれなかったんですけど、能力的にはめちゃくちゃ高いんで欲しいなと思ってます。続きましてオリックス。オリックスだとまず吉田正尚選手、まあ能力的にはミートパワー A で弾道アーチスト、まあ昨年の成績もね3割2分2厘でホームラン29本打点も85ということで、まあ今自分が持ってる吉田正尚選手がスピリッツ3100のなんで、まあゲットでき次第速攻
スタメンで使っていけるなと思ってます。続きまして山岡選手も欲しいですね。能力的には BBA、 まあ今自分が持ってる山岡選手スピリッツ3100で能力もオール B だったんですよ。まあしかも昨年の成績13勝4敗で背番号もね今年から19に変わってるんで、まあこちらの山岡選手も欲しいなと思ってます。続きまして山本由伸選手、こちらも欲しいですね。能力的には ABB、 まあ山本選手に関しては持ってるんですけど2年前のアニバーサリーなんでスピリッツが2900ぐらいだったかな。まあ昨年はね8勝しかちょっとできなかったんですけど防御率1点台でプレミア12でもねめちゃくちゃ活躍してたんでこちらの山本選手も欲しいなと思ってます。まあですのでオリックスに関しても欲しい選手3人ですね。10分の3。でラストなんですけどジャイアンツ、こちらも迷ってます。まあまずは坂本選手ですね。まあ能力的には AAB 守備力 B、 まあ昨年ねホームラン40本ですよ。ショートでこんだけ打つとめちゃくちゃやばいっすよね。まあ去年のセレクションの坂本選手持ってるんですけど、まあスピリッツも上がってるしホームランも打ちやすい能力値になってるんでこちらの坂本選手欲しいなと思ってます。続きましてこちらの菅野選手も欲しいですね。能力的にはオール A、 まあ去年の2019のシリーズ1の時の菅野選手持ってるんですけど、まあその時より能力も下がってるしちょっと変化球のね能力も下がってるんですけど、まあそれでもねめちゃくちゃ能力高いことには変わりないんで、まあ去年の成績なんですけど菅野選手としてはちょっと物足りない11勝6敗なんですけどね、まあそれでも普通に2桁勝利してますからね、こちらの菅野選手も欲しいなと思ってます。続きまして丸選手も欲しいですね。まあこちらの丸選手に関しても去年の2019シリーズ1持ってるんですけど、まあその時はねミートも A だったんでちょっと能力下がってるんですけど、まあそれでも今出てるセンターの中では能力高い方に入ってくると思うんでこちらの丸選手も欲しいなと思ってます。まあということでね今回迷ってる球団としてはソフトバンク、楽天、オリックス、ジャイアンツ、この4球団なんですけど、ほんとね動画撮影前にめちゃくちゃ迷ったんですよ。まあただ動画撮影前に一応決めました。今回は楽天でいこうと思います。まあ正直楽天以外のソフトバンクとオリックスとジャイアンツに関しては欲しい選手が10分の3いたんで当てやすいんですけど、まあねほんと楽天の選手がなかなかゲットできなくて自分のリーグオーダー楽天の選手いないんで、まあちょっと今回楽天の則本選手、岸選手狙っていこうかなと思います。まあとりあえず今回楽天枠がめちゃくちゃ欲しいんで則本選手、岸選手どちらかが当たった時点でオリックスかソフトバンクかジャイアンツ、この3球段に変更してまたミキサーの方を続けていきたいなと思ってます。まあ則本選手、キース選手両方ともねゲットできずにミキサーが終了してしまう可能性もあるんですけど、ということで早速ミキサーの方やっていこうと思います。それでは自チーム確定ミキサーですね。まあ毎回ねここで入れる選手の方をね迷うんですけど、結構ね限界突破とかしてるんで限界突破してない選手入れていきたいんですよね。まあ正直一発で則本選手かキース選手当てて次の球団行きたいなと思ってます。それでは行きましょう。さあさあ頼むよ。いやー則本選手かキース選手がいきなり出るとめちゃくちゃテンション上がる。さあ来てくれ、さあ来い来い。あれすいません、これ俺何回待ってんな。自チーム変更すんの忘れてた。いやーまあ相澤選手嬉しいですけどね。いやほんと申し訳ないっす、ほんと申し訳ないです。これ松井稼頭央選手の時もやらかしたやつですよ俺。いや次こそ楽天に変更してしっかり則本選手、キース選手当てていこうと思います。まあとりあえず5人 S ランク選手決めたんで、今度こそね楽天なんで則本選手、キース選手出てくれることを願って引いていこうと思います。それでは行きましょう。さあ次こそちゃんとね楽天に変えたんでね、いや一撃で来てほしいな、一撃で来てほしいな。さあ頼むよ、うん来てくれ、お願いします。おー、ブセニッツ選手、まあまだ1回目なんでね。いや正直消費する選手めちゃくちゃ迷いますよね。まあ鈴木誠也選手に関してはね、もう限界突破極みになってる鈴木誠也選手もう一人持ってるんで、もう消費しちゃいたいなと思います。それでは行きましょう。いや早い段階で則本選手かキー選手ほんと出てほしいんだよな。
さあ頼むよ。さあ頼む。来てくれ来てくれ来て、おーし、おしおしおし。いや岸選手ね、 S ランク当てたの正直初めてなんすよ。いやマジ嬉しいな、ようやく岸選手当たりましたよ。まあ、とりあえずね、キー選手ゲットできたんで、まあ、ちょっと球団変えていこうかなって思うんですけど、どこにしようかな、迷う。オリックスかな。いや、オリックスね、豪華なんすよ。吉田正尚選手、山岡選手、山本選手なんで、ここ行っちゃおうかな。とりあえず、オリックスで行きましょう。いや、マジで、ちゃんとね、自チーム変更しないとあれなんで。それでは自チームオリックスに変更したんで、またミキサーの方やっていこうと思います。いや今回はね10分の3なんで、さっきより確率高いんすよ。ここ一撃で当てていきたいけどな、マジで。さあ来い。さあさあさあ、おーっと違った。一瞬山岡選手かと思ったけど、いやなかなか消費する選手めちゃくちゃ迷うな。まあ、とりあえずオリックスでいきます。さあ10分の3だよ、来てほしいな、来てほしいな。さあ来い、さあ来い。おっしゃ、今度こそ山岡選手。今日めっちゃいいんじゃない。いや超嬉しいんだけど、山岡選手俺が持ってる時よりね、能力が全然上がってるんで、いやーよかった、今日いい感じじゃないですか。山岡選手当たっちゃったんでね、次どうしようかな。ソフトバンクにしようか。柳田選手欲しいんでね、まあ、とりあえず柳田選手狙いでソフトバンクに変更してやっていこうと思います。ちゃんとソフトバンクに変更です。それではね、柳田選手狙いでいきます。さあ来い。いやここにね一撃で当てていきたいよね。いい感じの演出はすげえいい感じ。さあ来てくれ、お願いします。柳田選手、柳田選手、おお松田選手。いや松田選手もまあ能力高いですからね。それではソフトバンクに変更して2回目いきます。さあさあ来い、来てほしいな。なんか演出はさっきからめちゃくちゃいい感じ。柳田選手、柳田選手、来てくれ来てくれ、来い来い来い。甲斐選手か、あれ俺甲斐選手なんか前ゲットしたな。それではソフトバンクに変更して3回目ですね、いきます。さあ、いやもうそろそろ来ていいんじゃない。柳田選手欲しいな、欲しいな、来てほしいな。さあ頼みます、頼みます、頼みます、頼みます。そう加山選手。それではソフトバンクに変えて4回目かな、行きましょう。そろそろね、そろそろ来てほしいね。まあ狙いとしては千賀選手とグラシアル選手も欲しい選手に入ってるんで10分の3。まあでも柳田選手が一番欲しいかな今。来い来い、おーグラシアル選手、まあ狙ってる選手なんで OK ですね。これはいやグラシアル選手限界突破極めまでいかないけど、今3枚ぐらい A ランク持ってるんですよちゃんと。いや使っていけるな、これは良かったかなと思います。まあということはラストジャイアンツですね。まあとりあえずジャイアンツなんで、坂本選手、菅野選手、丸選手、この3人狙いでいきたいと思います。いや今日はいい感じなんでね、いや一撃で当てたいな、一撃で当てたいな。これはさあ来てくれよ、来てくれよ、来てくれよ。さあ来い、さあ来い。おー沢村選手、
それではジャイアンツで2回目ですね、いきましょう。さあ来い、10分の3だぞ、10分の3。うん、でもこのなんか演出の時狙った選手出てないような気がする。来てほしいな、坂本選手、菅野選手、丸選手来て。おお、亀井選手か、亀井選手いいんだけどな。それではジャイアンツに変えて3回目ですね。それではいきます。そろそろ来ていいんじゃない、確率的にはそろそろ来てもいいタイミングなんじゃないかな。来いよ来いよ来い来い来い、よっしゃー菅野選手、今日いいじゃん、今日いい感じじゃない。いやー菅野選手ゲットっすよ、いやよかったよかった。いやなんだかんだ今欲しい球団4球団から全部当ててますよ。岸選手、山岡選手、グラシアル選手、菅野選手、これどこ行こうかな、めっちゃ迷うな。でも柳田選手当てておきたいな、正直ソフトバンクで柳田選手狙いでいきます。それではね、柳田選手狙いでいきたいと思います。これで柳田選手このミキサーでゲットできれば今回はもう完璧だね、完璧。さあ来てほしいな、来てほしいな柳田選手、来い。おお、甲斐選手か、さっきも当たったな。いや正直消費できる選手がだいぶ減ってきたんで、あと数回しかできないんで、柳田選手だけは当てて終わりたいですね。いきましょう。さあさあ来てくれ来てくれ、お願いします、お願いします、来い来い来いよ松田選手か、なんかさっきもだよね。いやなかなか消費する選手いなくなってきちゃったんですけど、まあちょっとソフトバンクの選手3人入れて確率ちょっと上げようと思います。これで柳田選手ゲットできれば嬉しいなと思います。それでは行きましょう。さあ頼むよ、欲しいな柳田選手は、欲しいな、ゲットしときたい。さあ来てくれ来てくれ来てくれ、おー今宮選手か。いやソフトバンク選手ねめちゃくちゃ投入していってるんですけど、どうすかね、まあそろそろ当たってほしいなと思います。それではお願いします、頼むよ、来て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 くれ来てくれ来てくれ、柳田選手お願い、ノーグラシアル選手かい、厳しい。いやマジで消費する選手がいなくなってきたんで、これでちょっと出なかったらソフトバンクは諦めます。ということでいきましょう。さあソフトバンクラスト、いやここで柳田選手出たらマジで奇跡、最後出てくれ最後、頼むよ頼むよ。ちょっとラストオリックスで最後1回引いて終わろうと思います。いやもう消費する選手ほんと限界ぐらいに来ちゃってますけど、行こうと思います。さあ頼むよ、惜しい、山本選手か吉田正尚選手、来てくれ来てくれ、よっしゃーよっしゃー吉田正尚選手。いやちょっとレフトでグラシアル選手と吉田正尚選手かぶっちゃいますけど、まあそれでも良かったっすね、どっちか DH とかまでいけるんで。
いやちょっと諦めきれないんでラストソフトバンク。それではラストですね、これで柳田選手当てて気持ちよく終わります。行こう、頼む頼む、もう願うしかない、これはもう願うしかない。ここ柳田選手当てたらもう今日は最高だよ、もう最高ですね本当に。うん、来い来い来い、マジで来てくれ、来て、お願い来て。いやすいません、ちょっと気合でもう一回だけ言っていいっすか。いやもう苦しいけどね、もう苦しいけど仕方ないよね、これもう本当にラストでいきます、お願いします。柳田選手、柳田選手お願いします、お願いします、頼む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 、ラストだ、ラストラストラスト、気持ちよく終わらせてください、お願いします。いやちょっと柳田選手諦めきれないんでもう一回言っちゃってもいいですか。いや諦めが悪いというか往生際が悪いというかっていう感じですけど、いきます、ラストです、多分ラストです、いやマジでラストだと思う、いきます。いやもうないよ、もう消費するものがないよ、てかもう消費したくない選手まで結構消費しちゃってるんでね、もうちょっと限界だけど柳田選手当てときたいな、頼む、あーよっしゃー、千賀選手、千賀選手、いやーちょっと柳田選手当たんなかったっすけど千賀選手ゲットできたんでちょっと気持ちよく終われたかなと思います。ちょっと今回良かったっすね。まあということでね、今回ミキサーの方やっていったんですけど、まあちょっといろんなものを失ってしまったような気がしますが、まあ狙ってた選手っていうのをね結構ゲットできたんで、めちゃくちゃリーグオーダーの方を強化できるんじゃないかなと思ってます。まあ皆さんもねこのタイミングでミキサーするのって結構いいタイミングなんじゃないかなと個人的には思ってるんで、まあちょっとねリスク負ってでもやってみる価値はあるんじゃないかなと思います。まあということでね、ミキサーで誰ゲットしましたっていうのがありましたらぜひコメントの方に残していただければなと思います。ということでこれからもプロスペース頑張っていきましょう。ありがとうございました。顔を上げて深く息を飲め、視線が着地したら張り上げろその声を、握っている拳の強さは叶え叶えと願う偽りなり、届かないこの距離も散歩下がって上層をつけて越えてけばいい、新しい未来へと解き放ってドアを、今見えるものそれだけが現実じゃない、這い上がれ何度も切り開け朝を、今思うことそれだけ新しいステージへと。